けるか。はい。さあ今からですね、タコ駅に向かいます。ちょうど電車止まってるやん。ほら、タコ駅。タコ駅。古い駅やな。懐かしい。無人駅。これ行こうかとか乗車してからやるんやな。改札ないもん。というわけで、タコ駅でした。津波避難ルート、ここまでやっぱり津波来るんか。こんな上の方、結構上の方ですけどねここまで来るんや。高速乗らずにイノブータンランドの海沿い行って適当にブラブラ行こう。ここまで津波来るんやな。タコ駅の高さこれぐらい、今ぐらい。こんなとこまで津波来るんすね。津波到達時刻が24分で、この辺りまで波が来るという。海沿い結構空き家になってるの多いね。自分たちが生きてるっちゃ来んだろうというふうに思ってたのが、まあ30年以内に発生するみたいな。30年以内に発生するんやったら、俺ら生きてるうちは、うちに、しかももっと年老いて老いぼろになってから発生する可能性が高いやん。じじいになって、もっとじじいになって体動かんようになってから発生されたら、逃げるときに なんかもう若い時やったら余裕で登れたような階段とかも、年取って足悪くなったら登れなくなるから、それで逃げ遅れてみたいなのもあるかもな。なんか自分が弱ってから発生するのと、若い時に遭遇するのとではまた違いますからね。イノブータンランド方面にまた行きます。昨日はちょっと夕暮れ気味やったんでちょっと微妙だった。今日は今昼間で、まあさすがにあそこは行かんけどね。もうあの何だっけ、スサミのあそこ、ハイホテルみたいなとこ、あこももうあのよすて人いたんで、もう行かない。なんか厄介ごとに巻き込まれそうな気がする。どうやって来たんやろ、あのよすて人は。車とかチャリとかバイクとかなかったですけどね。歩いてきたんかな。廃墟情報を仕入れて、よすて人がああいう廃ホテルとかに泊まってたりするんですよね。同様の国、これ昔行きましたね。見ていくか。昔ここあのエビカニ水族園の昔の場所ですね、ここは。でそこ、ここは今もう何もなくなってて、同様の国になってる。ここ何も変わってないね。この上にエビカニ水族園があったよ昔。夏、まあ、こういう像がありまして、ハトポッポ、滝蓮太郎やん。行くぜ。あ、これ節電で電源切ってあるんかな、これ。音ちっちゃ。聞こえますか、これ。行きましょう。僕はバイクとチャリ専用道だ。すさみ、やっぱ風強いな。海は こんなとこが降りられるやな。地元の海は、こう降りたら死ぬな。津波来たやべえな。そればっかりやけど、やっぱり気になるよね。ああいう海、あの磯まで行って地震あったら、まあ、ほとんども助からんから、ね、
無人の海岸線、だいたいこういう海岸線は無人やけど、ガキの頃スサミ来たことあると思うんですが、もう全く記憶にない。スサミやったか何やったか、スサミ浜っていうとこ行ったような気もする。でなんか石しかなくて、砂浜じゃなくて石ゴロゴロで、なんか磯みたいな感じで、全然なんかワカメみたいなのも浮いてて、全然海水浴っぽい雰囲気じゃ ないけど、みんな泳いでたというイメージがあるけども、全くもうどこ行ったのか忘れたな。引き川出たぞ。こ古い橋あるやん、ここ途中まで残ってるやん。ここほら、こう見ていこう。 この角度やばいよな、これこの斜面。キューバス、これいい感じだよ。ここも落ちかけます。落ちかけてる。キューバス、キューバス骨組みだけや。昔はここ使ってたんですかね。比企の方は結構ね、古い町並み残ってるから面白いよね。サラダ感もある。隙間が中が見える。あ、もう台はないんや。古いパチンコ屋って感じ。ほら昭和の。看板も古いな。これ道路から見えて気になってたとこや。この看板、でこう見たらそこに古いパチンコ屋があったと。で行ってみたら大桑があってっていうところです。比企の方ってやっぱりちょっと古い町並み残ってるから、そうタイムスリップできるね、こういうのも。ここ何これ、冷蔵庫、産廃処理施設。もう勝手に誰か持ち込んでるっぽいね、これ。事務所も荒らされてるし、ガラス破れる中、トンネルか。でもトンネル向こうに行って北上していくという感じです。シャリーのサラダ感もあるし。